行中で男と。そう。でも喧嘩して、だから高速のサービスエリアで車を降りて。恐る恐る振り返ったら、その自転車が折り返してこっちに向かって走ってこようとしてるの。怖いんですけど。聞いて。憧れてた先生がいて、救ってくれたんです。10代のもがきの底辺にいた時に。先生だもんね、お仕事。そうやなくて、先生は立派やった。